声の三重県だより、県政だより三重、令和5年2023年11月号、ナンバー472、県政情報をお届けします。三重県広報誌、毎月1日発行、毎月第1日曜日新聞折り込み、11月号は10月4日時点の情報に基づき作成しています。 次号のお知らせ12月号は12月3日日曜日に新聞折り込み予定です表紙のイラストは一人一人の色個性を大切に人権を考えよう誰もが自分らしく生きることができる三重県へです注目情報 11月10日から16日は「アルコール関連問題啓発週間」「飲酒運転は悪質危険な犯罪です」「県内の飲酒運転事故が増加しています」「一杯くらいなら捕まらなければ大丈夫」と安易な気持ちで飲酒運転して事故を起こしてしまったら被害者やそのご家族そして あなた自身やあなたの家族の人生が狂います飲酒したことを知りながら車に同乗した人車を提供した人車を運転する人に酒類を提供した店舗や人も厳しい罰則があります秋から年末は飲酒の機会が多くなる季節です運転する人は飲酒運転を絶対にしない 周りの人は飲酒運転を絶対にさせない。みんなで飲酒運転ゼロの見栄を作りましょう。飲酒運転をなくすための三つの約束。お酒を飲んだら運転しない。運転する人にはお酒を飲ませない。お酒を飲んだ人には運転させない。 夜遅くまで飲酒した場合翌朝も体内にアルコールが残っている可能性があります翌日に車を運転する予定の方はそれを考慮した飲酒を心がけてください飲酒運転による罰則酒酔い運転罰則5年以下の懲役または100万円以下の罰金酒気帯び運転 罰則3年以下の懲役または50万円以下の罰金飲酒運転ゼロを目指す条例について詳しくはこちら「三重飲酒運転ゼロ」で検索二次元コードがあります https//www.pref.com mie.lg.jp スラッシュ大文字 s 大文字 e 大文字 i 大文字 k 大文字 o 大文字 t 大文字 u スラッシュ大文字 h 大文字 p スラッシュ85数字の9 00046数字の9 67ドット htm 問い合わせ先、環境生活部、暮らし交通安全課。電話、059-224-2410。ファクス、059-224-3069。メール、seikotu, アットマーク、pref.me.lg.jp i。 特集「差別をしないさせない許さない」11月11日から12月10日は差別をなくす協調月間です差別を解消し人権が尊重される三重をつくる条例令和4年5月19日制定を令和5年4月1日に全面施行しました。 人権問題に関する相談に応じる県の義務と相談体制第12条県は人権問題に関する相談に応じなければならず相談があった時は助言調査関係者間の調整その他の必要な対応などを行います不当な差別に係る紛争解決を図るための体制整備 第13、14、15条不当な差別に関する申し立てを受けた知事は、必要に応じて第三者機関の意見を聞き、助言、切辞、圧戦及び勧告を行います。不当な差別をはじめとする人権問題の解消を推進し、人権が尊重される身への実現を図っていきます。 三重県人権センターマスコットキャラクターミッコロのイラストがあります三重差別解消条例で検索条例について詳しくはこちら二次元コードがあります h t t p s w w w p r e f m i e l g m JP スラッシュ大文字 J 大文字 I 大文字 N 大文字 K 大文字 E 大文字 N スラッシュ大文字 H 大文字 P スラッシュ M005170058 0 HTM2023 令和5年度 県人権センター啓発ポスター差別はそっとしておいてもなくなるものではありません誰一人取り残さない水平な社会の実現に向けて一人一人が差別をなくすための行動を起こすことが大切ですそのためにも人権問題に気づき学びそしてつながり 差別をなくす主体者としして積極的に取り組んでいきましょう差別をなくすための3つの法律障害,者差別解消法障害があることを理由にした差別を禁止していますまた障害のある人から要望があった時には状況に応じた合理的な配慮が必要ですヘイトスピーチ解消法 ヘイトスピーチとは特定の民族や国籍の人々を社会から排除しようとする差別的な言動のことで決して許されません。違いを認め互いに尊重し合うことが大切です。ブラック差別解消推進法。現在もなお存在するブラック差別は決して許されるものではありません。 ブラック差別を解消することが大切です。人権問題に関する相談は、県人権センター相談窓口。電話059-233-5500。月曜から金曜、午前9時から午後5時。祝日、休日、年末年始を除く。問い合わせ先。 環境生活部人権課。電話059224-2278。フ f クス0 5 9 2 2 4 3 0 6 9メール、j i n k e n m i e l g j p 性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる見えづくりに取り組んでいます。令和5年6月23日に、性的思考及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律が施行されました。県では令和3年4月1日に、性の多様性を認め合い、 誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例を施行し性の多様性についての理解が広がりすべての人の人権が尊重され多様な生き方を認め合うことができる社会づくりを地域社会全体で進めています条例の基本理念第4条してはいけないことが社会の共通認識となるよう 軍事的に明示しています。性的指向、性自認を理由とした不当な差別的取扱い。罰。性的指向、性自認を理由とした就職や待遇など、職場等での不当な差別的取扱い。罰。偏見による差別や誹謗、中傷などの差別的言動。罰。 SNS やインターネット上での差別的表現の書き込みなど性的指向・性自認の表明に関する言動×罰カミングアウトの強制他者に知られていない自らのことを表明するかしないかは本人の自由であり周囲が強制するものではありません×罰 アウティング本人の同意のない暴露本人の同意なく本人が秘密にしていることを他の人に伝えてはいけません三重県パートナーシップ宣誓制,制度互いを人生のパートナーとし日常生活において相互に協力し合うことを宣誓した2人一方または 双方が性的少数者に、県が宣誓書受領書などを交付します。詳しくはこちら。ホームページ。二次元コードがあります。https://www.pref.me.lg.jp i katsu, yaku, スラッシュ ,86875046 数字の9数字の9数字の9アンダーバー0001ドット htmLGBTQ コミュニティスペース LGBTQ 性的少数者の方 LGBTQ かもしれないと思っている方家族や友人の方が交流できる会を年3回程度実施していますお茶を飲みながら雑談して悩みを共有しませんか参加無料入退出自由詳しくは県ダイバーシティ社会推進課の ホーームページをご覧ください。随時更新情報欄でお知らせしていますホームページ二次元コードがあります h t t p s w w w p r e f m i e l g j p c o m m o n m o n 01スラッシュ CI4001-3451.htm 0, 0, 0三重虹色相談性の多様性に関する相談性の多様性に関する様々な悩みについてご本人だけでなく周囲の方からの相談も受け付けています 相談無料秘密厳守電話相談電話059-233-1134毎月第1日曜日午後1時から午後7時第3金曜日午後2時から午後8時ホームページ二次元コードがあります https:// www.center-mie.or.jp スラッシュ frente スラッシュ consult スラッシュ lgbt SNS 相談毎月第2金曜日 午後2時から午後8時第4日曜日午後1時から午後7時 LINE 友達追加二次元コードがあります https://lin.me/. e 大文字 r/.ti/.p/.% 40757QAZMC 問い合わせ先環境生活部ダイバーシティ社会推進課電話0 5 9 2 2 4 2 2 2 5 f クス0 5 9 2 2 4 3 0 6 9メール iris-pref アットーク 人権侵害はは決して許されるものではありません私たち一人一人がお互いの違いを認め相手を尊重することで優しさに満ちあふれた三重県を作っていきましょう「三重県知事一味勝幸記事」 11月は子ども虐待防止啓発月間です子どもを守る社会の実現へ令和5年5月津市で女児が死亡する事案が発生したことを受け県では児童虐待防止法に基づき有識者第三者による事例の分析検証を行う三重県児童虐待死亡事例等 検証委員会検証委員会の活動を全庁的に支援するサポートチーム再発防止策の着実な実行に向けて知事をトップに全庁的な対策を検討する検討会議を設置しました今後このような事案が発生しないよう全庁を挙げて再発防止策児童本人の安全を 対面で確認することの徹底などを着実に実行していきます県民の皆さんへ県民の皆さんからの通告が児童虐待の早期発見早期対応を可能にします虐待かもと思ったら通告相談をお願いしますまた子どもやその保護者の方などが 子育てや親子関係について悩んだ時の相談電話、LINE も開設しています。不安や悩みを少しでも感じたら、一人で抱え込まず、ぜひご相談ください。通告、相談はこちら。児童相談所、虐待対応ダイヤル。電話、189、1はや、 一部の IP 電話からはつながりません。24時間365日対応。通話料無料。児童相談所相談専用ダイヤル。電話0120-189-783。0120-1早くお悩みを。 一部の IP 電話からはつながりません24時間365日対応通話料無料親子のための相談ライン受付曜日月曜から金曜祝日休日年末年始を除く受付時間午前10時から午後8時対象者県内にお住まいの子どもと

子ども福祉部子ども福祉虐待対策課電話059224 2883ファックス059224 2270 22メール k o d o m o、ok、k at マーク p r e f m i e l g j p 記事三重が誇る伝統と巧みの技三重の伝統工芸品11月は国が定める伝統的工芸品月間です三重県には豊かな自然や歴史文化に育まれながら脈々と受け継がれてきた数多くの伝統工芸品があります現在県内には 経済産業大臣指定の伝統的工芸品5品目と三重県が指定する伝統工芸品33品目があります細部にまで宿る匠の技と美しさは心を引きつける深い魅力にあふれています経済産業大臣指定伝統的工芸品5品目 伝統的工芸品産業の振興に関する法律により郷土の風土と歴史の中で育まれ人々の日常生活と密着して維持されてきた伝統工芸品が指定されています四日市万古焼き塩赤外線効果で保温性が高い薄手の焼き締めによる陶器が代表的で 特にキスが有名伊賀焼き高い耐火性を持ち土鍋や食器などに使われている武骨で力強い作品が多い伊賀組みひも絹糸を主に金銀糸などを組み糸に使い伝統的な組み台で繊細な美しさを持つひもに編み上げられたもの 鈴かずみ方向優美かつ黒色華麗で多くの書道家から高い評価を得ている伊勢型紙柄や文様を着物の生地に染めるために用いる柿渋で和紙を貼り合わせた紙に彫刻刀で彫り抜いたもの経済産業大臣指定伝統マークがあります。 この伝統マークは経済産業大臣指定伝統的工芸品のシンボルマークです伝統マーク「r 5 2 0 7四日市萬古焼きの作品作りに打ち込む若手伝統工芸師の熱い思いを取材追月桃園四日市市清水淳さん 牛尾さんご兄弟伝統を守りながら新たな技法で自分たちらしさを表現四日市萬古焼きはいろいろな種類の商品があって粘土も素材も様々多彩な表現ができるのが特徴の一つです私たちは昔から使われている四日市萬古焼きの技法を守りながら使い勝手や 見た目の美しさにこだわった急須をメインに作っていますが新しい技法を取り入れたオリジナルの作品にも取り組んでいます G7 三重伊勢志摩交通大臣会合で各国代表への贈答品として制作したシックな色味の色セットは鉄分が多く含まれる「敷霊」という粘土を使い従来の焼き方ではなく 四日市バン古焼きでは珍しい炭を使って焼き締める技法で美しさを際立たせ砂を吹きつけて素材の表面を削るサンドブラストという技法で柄を出して自分たちらしさを表現した作品に仕上げました G7 三重伊勢島交通大臣会合用に制作した「手記セット」の写真があります。 バンコ焼きの新しい道を開拓したい普及させたい普段の作品作りの他にも子どもたちに陶芸を教えたり建築資材や照明器具を四日市バンコ焼きで作ったり海外ブランドとのコラボで海外に魅力を発信したりいろんなことに取り組んでいますここ数年は海外との取引も増えて 水月当園の工房にもアジアやヨーロッパなど海外から多くのお客様がお越しになるんですよ。これからは国内だけではなく世界各国の人が使いやすい急須など海外にも目を向けて新しい商品もアレンジして作っていきたいです。最近は急須の需要が減っていますが四日市萬古焼きの作り手としては 急須でお茶を入れる時間を楽しんでもらえるよう、魅力のある急須作りに励みたいですね。手がけた作品が多くの方に認められ、業界全体の盛り上がりにつながれば嬉しいです。水月桃園での陶芸体験の様子の写真があります。三重県指定伝統工芸品 33品目、産地規模が小さいことなどにより経済産業大臣の指定を受けていない工芸品を三重県の伝統工芸品として指定し県民の財産ともいえる伝統工芸品の維持発展に努めています桑名盆かぶら盆桑名刃物桑名萬子焼き、桑名芋の たどのはじきざる、わだいこ、じばりちょうちん、ひながうちわ、よっかいちのちょうちん、せきのおけ、たかだ仏壇、あこぎやき、いせもめん、なすびうちわ、たけざいく、ふたのがみ、まつさかばんこやき、まつさかのさるはじき、まつさかもめん、いせのしんでん、 伊勢の提灯、伊勢玩具、伊勢の根付、伊勢春景、伊勢神、伊勢一刀彫枠木、儀格し、ひなわ、おあせわっぱ、ぐ黒石、熊野花火、一木木木綿。三重県指定伝統工芸品マークがあります。問い合わせ先。 雇用経済部、県産品振興課。電話、0 5 9 2 2 4 2 3 3 6フックス 059224-3024. メール、eigyo, ,pref.me.lg.jp i。三重の伝統工芸品で検索。 二次元コードがあります。https://www.pref.me.lg.jp://co.m.m.on./.05/.ci.500003 i 数字の980 htm l 連載記事若者目線で防災減災情報を発信三重守り隊ボリューム5高めよう防災意識県防災キャラクター生津博士のイラストがあります防災フェアイン イオンモールクアナに出展しました。今年7月、私たち三重守り隊はイオンモールクアナで開催された防災フェアクアナ市主催に出展し、楽しみながら防災を学ぶをコンセプトに防災工作や防災グッズの展示を行いました。出展ブースでは、 非常持ち出し品の紹介パネルを作成して来場者の方々へ啓発を行ったほか、チラシや展示を通してローリングストックの考え方や災害用備蓄品について紹介しました。地震などによる災害が発生すると電気、ガス、水道などのライフラインが停止してしまう可能性があります。また、被害状況によっては 避難所生活を余儀なくされることもあります。災害が起こる前に、数日間生活できるだけの備蓄品や、避難時の非常持ち出し品の準備など、各自でできる対策をしておきましょう。防災フェアの様子の写真があります。見え守り隊からお届けします。防災に役立つ ワンンポイトアドバイス三重守り隊八尾七海さん近年は新型コロナウイルス感染症の影響により今までよりも手洗いうがいが推奨されてきましたでは災害時はどのように手をきれいにしたらよいでしょうか災害を備蓄品として用意している水には限りがあり 飲料水として使用したいところです。そこで今回は少量の水でできる効果的な手の除菌方法についてご紹介します。水を節約した手の除菌方法。丸1、八つ折りにしたティッシュペーパーをペットボトルキャップ1杯分の水で濡らします。丸2、次の図の 赤い箇所を優先して手を拭くことで最低限の除菌ができます図の説明手の甲と手のひらを上から見た図です手の甲は各指先と手の甲の中央部分に赤い丸が記されています手のひらは各指と指の間と手のひらと手首の間に赤い丸が記されています 図終わり災害時の飲食で手の除菌ができない場合はおにぎりなどでも箸を使って食べるなど直接素手で触らない工夫をしましょう問い合わせ先防災対策部地域防災推進課電話 059224-2184FAX 059-224-2199メール bosai-pref.me.lg.jp i 人口減少対策に取り組み、三重で元気に活躍する人、団体をご紹介。三重の未来につながる力。 町づくりを自分ごとに。地域や人との関わりが巡り巡って自分のために松阪市地域おこし協力隊株式会社高杉アトリエ代表取締役宿泊食事喫茶奥松坂オーナー高杉亮さん松阪市 いろんなな経験や縁がつながつり地域おこし協力隊に私は現在松坂の飯高地域を拠点に活動していますがここに来る前は愛知県の食品メーカーで財務の仕事をしたり飲食店で繁殖物を製作しながらデザインを学んだりいろいろな経験をしてきました。その後 名古屋でデザイン事務所を設立したんですがある時お客さんに「カフェをやるから立ち上げを手伝ってほしい」と言われ訪れたのが松阪の嬉野だったんです。結構いいと,こだなと思いそこで出会った農家さんに「いい物件あったら教えてよ」と言った約半年後「いいとこあったぞ」と連絡が来て家族も連れて裁縫し 古民家を購入することになりましたその連絡をくれた農家さんが餅をついて商売をしていたので一緒に工場を作ろうという話になりお菓子の製造免許を取得し餅菓子の製造販売を始めたんですその様子を SNS で発信していたら松阪市の移住担当の方とも縁がつながり 地域おこし協力隊として着任することも決まったので会社を移転し飯高に移住することに決めましたこうなったらいいなを実現し可能性のあふれる街に地域おこし協力隊の活動としてはデザイナーの経験を生かして地域の魅力発信のための広報ツールを作ったり飯南高校の 探求活動を手伝ったりしています昨年の12月生徒から古民家カフェをやりたいという話があったので実際に1日限定のカフェを開いてメニュー表作りや原価計算などを体験してもらいました他には行政と一緒に雇用創出や移住人口の増加に向けた活動をしたりしています 協力隊って最初はどうしてもお客さんみたいな立ち位置になってしまうことが多くて飯高の人たちに受け入れてもらうためには「自分はちゃんと地域に関わりたいんだ」という意思表示をすることが大事だと考えて誰もが集える居場所として「農博」ができるレストラン「奥松坂」を立ち上げました。 私はそもそも町づくりって誰かのためにじゃなくて例えばご飯を食べるお店がない友達を泊める場所がないじゃあ作ろうかというふうに自分たちのためにやるものだと思っています数年後には地域の若い子とパティスリーを作る計画をしていますしそれが一段落したら 前から考えているマイクロブリュアリー小規模のビール工場などにもチャレンジしたいです新しいことを始めるって地域の協力なしでは難しい部分もありますがこの町の人たちは新しいものを受け入れてくれるんですすごくありがたいことですしそんな雰囲気を持つこの町には無限の可能性があると思っています 大学進学や就職などで県外へ出る方も多いですが、無理に引き止めようとするのではなく、いつかそういう人たちが帰りたいと思った時に、いつでも迎え入れてあげられる場所づくりが大事だと思います。気軽に立ち寄れるコーヒー屋があって、誕生日にケーキを買いに行けるお店があって、田舎だけど普通に暮らせる街だよね。 思ってもらえる、そんな町を作っていきたいですね。宿泊施設として、古民家をリノベーションする高杉さんの写真があります。三重で暮らそう。県外からの有愛イタン移住をお手伝いしています。詳しくは、A、えー、とこやんか三重ホームページをご覧ください。 三重県移住交流ポータルサイト「えい、ー、とこやんか三重で検索二次元コードがあります「h t t p s w w w i j y u p r e f m i e l g j p スラッシュクエス utm アンダーバー、S-O-U-R-C-E イコール、Q-R-C-O-D-E アンド、U-T-M アンダーバー、M-E-D-I-U-M、e、イコール、D-M アンド、U-T-M アンダーバー、C-A-M-P-A-I-G-N イコール、大文字 R 5.K.E.N.S.E.I.D.A.Y.O.R.I. M.A.Y. 大文字うさのけが紹介「三重のいいとこ」「三重県応援キャラクターうさのけのイラストがあります唄市中西グリーンパーク中西北部サイエンスシティ内にある 市内最大級の公園。地元食材を使ったメニューが味わえるカフェツ・ハッチ木製の柵で囲われたプライベート空間が魅力のバーベキュー場子供たちに大人気のバソりゲレンデなどが今年4月に新設されました他にも大型遊具やドッグランなどもあり自然の中で ののびのび過ごすすことができます「住所津市あの津台5丁目7 5 7 1電話0 5 9 2 6 9 7 9 0 0二次元コードから動画を視聴できます」「https://www.pref.com」 mie.lg.jp スラッシュ、大文字 m、大文字 o、大文字 v、大文字 i、大文字 e、スラッシュ v1136、数字の9000、数字の9、ドット、htm。県民スポーツ応援デー。 三重ホンダヒートを応援しよう国内最高峰のラグビーリーグリーグワンで戦う三重ホンダヒートのホーム開幕戦 VS 久保田スピアーズ船橋東京ベイに先着3000人を無料招待します県三重ホンダヒート三重県ラグビーフットボール協会はホームタウン 包括連携協定を締結しています。日時12月16日土曜日午後0時10分キックオフ場所三重交通グループスポーツの森鈴鹿申し込み期間11月16日木曜日正午から12月8日金曜日正午まで先着順 対象、県内に在住、在勤、在学、在園の方、またはそのご家族。申し込み時に、会員 ID、MIE とパスワード、HEAT2023 を入力ください。問い合わせ先、地域連携交通部、スポーツ推進局、競技力向上対策課、 電話059224-2979ファクス059224-3022三重県民スポーツで検索申し込みはこちら二次元コードがあります https//piagettii.s E-GET JP HONDA H, o H o E o A o T PT お知らせイベント相談窓口お知らせは 県のフェイスブックや X、旧ツイッターでも配信しています。イベントなどは急遽中止や延期となる場合があります。詳細は各問い合わせ先へお願いします。三重県お知らせイベント相談窓口で検索。お知らせ秋の全国火災予防運動 住宅用火災警報器を設置・点検しよう期間、11月9日木曜日から15日水曜日住宅火災での逃げ遅れによる被害を防ぐため住宅用火災警報器を設置・点検しましょうまた、住宅用火災警報器は本体センサーなどに寿命があるため 10年を目安に交換しましょう。問い合わせ先、防災対策部消防保安課、電話059224-2108、ファクス059224-3350、三重県火災予防運動で検索。イベント、三重花フェスタ、 2023日時11月25日土曜日26日日曜日午前10時から午後4時場所メッセウィング三重展示場 BC 料金入場無料体験教室一部有料受付要事前申し込み体験教室のみ 花と緑を使った展示や体験教室、即売会などのイベントを開催します。問い合わせ先、農林水産部農産園芸課、電話059224-2808、ファクス059223-1120、三重花フェスタで検索。令和5年度、 犯罪被害を考えるつどい。日時、11月19日日曜日、午後1時30分から午後4時。場所、三重県人権センター多目的ホール。料金、無料。受付、要事前申し込み。11月10日金曜日まで、先着100人。犯罪被害者ご遺族の講演や、 水奏学部の演奏会など、犯罪被害者などを支える社会づくりを呼びかける啓発イベントを開催します。問い合わせ先、環境生活部、暮らし交通安全課、電話059224-2664、ファクス059224-3069、犯罪被害、集い、 で検索「宮城県美術館所蔵絵本原画の世界2022から23」「期間12月10日日曜日まで月曜休館」「場所県立美術館」「時間午前9時30分から午後5時」「料金要観覧料」「高校生以下無料」 宮城県美術館が所蔵する早々期の原画コレクションからよりすぐった作品を紹介する展覧会を開催します。問い合わせ先、県立美術館、電話059227-2100、ファクス059223-0570、三重県立美術館で検索。 山脇ゆり子「ぐりとぐら」26から27ページ「原画宮城県美術館像」の写真があります不登校の子どもの保護者相談会開催日場所丸1 11月19日日曜日桑名庁舎二1 2 12月9日土曜日伊勢庁舎 丸3、令和6年1月21日日曜日、おあせ庁舎。丸4、令和6年3月3日日曜日、通庁舎。時間、丸1から丸4とも午後1時から午後4時30分。料金無料。受付、要事前申し込み。講演会、保護者同士の交流会。 スクールカウンセラーなどによる相談会を実施します。問い合わせ先、教育委員会事務局、生徒指導課、電話05、059213-6611、メール、sei shi、a r p r e f m i e l g j p 三重県不登校相談会で検索相談窓口いじめ電話相談11月は三重県いじめ防止強化月間です受付時間毎日24時間電話059-226-3779いじめに関する相談窓口です 幼児から高校生までの子どもおよびその保護者を対象としていますいじめから子どもたちを守りましょう「三重県いじめ電話相談」で検索県のテレビラジオ番組「三重テレビ県政だより三重」第3日曜午後6時45分から再放送 丸一、翌火曜、午前十時十五分から、丸二、第二チャンネル、翌月曜から金曜、午前八時から午後四時四十五分から、祝日を除く。CBC テレビ、よしお兄さんの見え推し。 報道情報ワイド番組ちゃんとない水曜午後4時40分ごろから FM 三重、三重県からのお知らせ月曜から金曜午前7時43分から聞いとこ知っとこ天見につみえ第一、第三火曜午後6時22分から プレゼントコーナーナ〇〇に当てはまるキーワードを本紙から探してお答えください「〇〇を考えよう誰もが自分らしく生きることができる三重県へ正解者の中から抽選で5人に県指定伝統工芸品木綿グッズセットをプレゼント当選発表は 商品の発送をもってて返させていただきます個人情報は商品の発送に関する目的以外には使用いたしません応募方法はがきメールまたは次の二次元コードからご応募くださいご応募は一人一回限り二次元コードがあります https スラッシュスラッシュ、lo,go,fo, rm.jp スラッシュ、fo, rm スラッシュ、8、v 大文字 m 大文字 x スラッシュ373数字の973記入項目、住所、氏名、年齢、電話番号 県政だよりの入手先、キーワード、県政だよりの感想をご記入ください。応募締め切り、令和5年11月30日木曜日到着分まで。郵便番号514-8570、住所不要、三重県校長広報課、県政だより 11月号メール DAYORI= アットマーク PREF.MIE.LG.JP プレゼント応募専用メールアドレス三重県の人口世帯数人口 172万9235人男性84万5099人女性88万4136人世帯数75万2770世帯令和5年8月1日現在県政だより見えをもっと身近に 便利な電子版カタログポケット二次元コードがあります https コロンスラッシュスラッシュ www.ca.pok.com スラッシュ search スラッシュ question mark, k-e-y-w-o-r-d イコール m-i-e-p-r-e-f スマホアプリでいつでもどこでも街色アプリダウンロード用の二次元コードがあります。県市町の広報誌をまとめてチェック マイ候補詞二次元コードがあります https コロンスラッシュスラッシュ m y k o h o j p 県の最新情報はこちらをチェック二次元コードがあります https コロンスラッシュスラッシュ www.jp p r e f m i e l g j p スラッ大文字 e。大文字 v。大文字 e。大文字 n。大文字 t。大文字 s。スラュ。menu.htm。問い合わせ先。編集、発行。三重県校長広報課。 郵便番号514-8570津市公明庁13三重県公庁広報課電話059-224-2788ファクス059-224-2032メール k oh o アットマーク pref.me.lg.jp i 県庁電話案内各課ご案内電話059-224-3070県政だより見えに関するご意見ご感想をお寄せください 展示版、音声版をご希望の方はお問い合わせください。県政だより三重は、県及び市町施設、スーパー、コンビニ、金融機関、郵便局などでも入手できます。以上で、声の三重県だより、県政だより三重を終わります。制作、三重県視覚障害者支援センター、 広告、ハンセン病元患者のご家族へ。対象となる方々に保証金を支給します。この保証金は国が誤った隔離政策により元患者のご家族の皆様に多大の苦痛と苦難を強いてきたことを心からお詫びし、その精神的苦痛を医者するためのものです。 請求に関する情報が請求から受給まで請求者及びその指定する者以外に知られることがないように配慮しています秘密は守られますのでまずはお電話でご相談ください不安なお気持ちやご質問にも丁寧に答えます対象者・あ、配偶者・事実婚も含む 「い」「親」「子」「う」「親」「子」の配偶者および配偶者の「親」子等「子」等保証金額180万円」「対象者」「え」「兄弟姉妹」「お」「祖父母」「孫」「か」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」の配偶者および「 配偶者の祖父母、兄弟、姉妹、孫、同。非、祖祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、名。保証金額130万円。同居など一点の要件が必要な場合があります。厚生労働省保証金相談窓口。電話番号。 033595-2262請求期限は令和6年2024年11月21日まで受付時間午前10時から午後4時月曜日から金曜日土曜日曜祝日年末年始を除くアンセン病問題を正しく理解し 偏見や差別のない社会の実現を目指しましょうハンセン病厚労省で検索広告リコール商品回収のお願い1996年から2002年の積水製品を今も保管されていませんか積水製ポータブルトイレをお持ちの方は 無料で改良品と交換します。約10センチメートルの隙間に首などを挟まれる危険があり。発見例、押し入れ、倉庫、車庫。お問い合わせはこちら。フリーダイヤル0120-011-578。受付時間、午前9時から午後5時。 土曜日曜祝日年末年始除く「積水化学工業株式会社東京都港区虎ノ門2 1 0 4積水ポータブルトイレ」で検索「県政だより見への発行経費の一部に充てるため企業広告を掲載していますが内容に関する一切の責任は 広告主に帰属しますなお、掲載については、広告掲載業務の委託先である、株式会社自治体アド電話092716-1401代表までお問い合わせください。